上から来ている人とぶつかっちゃうかもしれないので、これは絶対にやめてください。で今ね、ヘルメット装着して自転車持ってたんで、今からねスポンジプールの方に向かっていきたいと思います。ここですね、一つポイントがあります。受付してチャリ持ってくときに、たまにぬかるんでる日があるんですよ。その日はこうやってチャリ持って行動した方がいいです。あとでタイヤの汚れを落とすんですけど、その時に大変なので、でも今日は乾いてるので大丈夫です。それでは行きましょう。ですね、今スポンジの上に着いたので、スポンジの上での、ね、流れ、まず一つ目はね、こちらのねブラシをね使ってタイヤを拭いていくんですよ。泥とかねついてたらね、もうみんなが入ってたらどんどんスポンジが汚れちゃって服に泥とかついちゃう。これだけはちゃんとやってくるんですよ。やらないとスポンジ使えません。このブラシのここを使ってこう削ぎ落とすようにこうやるんですよ。これをこう一周こうやってやっていくんですよ。こうやってで、まあ逆もなんですけども、この角度、この角度に沿ってこうやってやっていく。そうすると落ちて、で最後にちょっとこうやって表面こうやってやったりとかやると結構落ちやすい。で後ろも同じようにやっていきたいんで、今土の上歩いてきてますよね。足の裏ですよ。ブラシでこうやってやるんじゃなくて、こっちの硬い方を使って、そうすると落ちます。こんな感じですね。ブラシはちゃんとブラシは戻そうね。でまあスポンジ行こうと思うじゃないですか。はい、ここでチェック。ポケット何も入ってないですよね。ポケット、膝落としたとか言っちゃったらもう取れないですよ、ね、スポンジだからといって気を緩めてはいけません。ね、スポンジはね、技を練習するとこなので、ちゃんとねこのヘルメットや、今僕つけてるんですけど、このプロテクター、こう膝とすね、あとくるぶしかな、これつけてる。ちゃんと安全装備してやりましょう。というわけで行ってみよう。ここで一つもう絶対に注意してほしいことがあって、飛び込む前に必ずスポンジプールの中に誰かいないかチェックしてからスタートするようにしてください。もし中にいる状態で飛び込んじゃうと本当に危ないので、必ずそこはチェックしていってください。これダメです。準備レールで、はい、よーいスタート。早っ。ですね、スポンジを出るにあたって、まあ僕は別に高校生だから、まあ、力で。いくんですけど、その小学生とか幼稚園の子とかってあんま力がないと思うんですよ。なんでこのロープみたいなのを使って助けることもできます。ポイントはですね、これをシートのこれにこうかけてあげると引っかかってちゃんと取れるようになります。じゃあちょっと今からね、これを使ってちょっとね救助していこうと思います。僕に任せてください。よし、ルカー、ロープ投げるんだけどさ、手使える？よし、ロープ投げるぜ。シートにかけて、シートにかけて。シートがどこかがわかんない。オッケー。で、これで輪っかを外して、チャリは救助完了です。行くぞ、ルカ。こんな感じでロープは使います。あの親御さんとか引くとき気をつけてください。手離した瞬間にこう後ろにボッとかいっちゃうかもしれないんで、そこだけは気をつけてください。これね結構時間かかるんです、出るのに。フォークとこのフレームの後ろの方、これを持ってこう、最後はフレームのこの辺を踏んじゃってもこのままこう上がってから取る。で今のフレームとか踏むの嫌だよっていう人は一回もう自転車上げちゃって、この口をこれを掴んで上がるといつもより早いんじゃないかなと思います。できるだけね自分で出れるようにしないと、どん
どんどんどんいっぱい練習することできないんで、寝ながら待ってて、はい助けてくださいみたいな感じな時もよくあるんですよ。自力で出るようにして、それを助けてあげるっていう感じでやってほしい。ちょっとだけ意識して頑張ってほしい。スポンジ出てここで待ってる時に絶対にこっち側に遊んで飛び込まれてください。本当に危ないんです。これが上から来ている人とぶつかっちゃうかもしれないので、これは絶対にやめてください。こうやってどんどん上から来るんで、ここにいる時は絶対に飛び込まないでください。絶対に飛び込まないでください。これガチ。さあそしてあちらに見えるスタートヒルのね、登り方ですね、と NG とまた OK 出していきたいと思います。これダメ、本当に危ないよこれ。あ、怖いと思って急にブレーキかけちゃうと滑っちゃう。ちゃんと登るなら登り切りましょう。いくよ。ということで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。それではコースタルのね、チャンネル登録とかグッドボタンをね、ぜひねお願いします。じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。風強いね。さよなら。はい。